こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はニコンのデジタル一眼レフ D100 をやっていきます。今から19年前、2002年6月に発売された APS-C センサーサイズのデジタル一眼レフカメラになります。見るからにかっこいいデジタル一眼レフカメラなんですが、かっこいいだけじゃなくて歴史的価値もある一台になります。ニコンのデジタル一眼レフである意味最初の普及型カメラと言えます。この D100 よりも前のデジタル一眼レフというと、 D1 が60万円以上する値段で売られていた時代で、そんな時代にこの D100 は30万円という当時としては安い値段で売られていたデジタル一眼レフになります。さらにこのカメラは上位モデルの D1 よりも画素数が多い600万画素というのも話題になったモデルだったようです。この個体はハードオフジャンク品3300円で買ってきました。値札写真がこちらになります。バッテリーが付属していて電源が入る状態だったのと、その日たまたまニコルレンズを持参していて、レンズを装着して動作確認できたのはラッキーでした。付属品はバッテリーとストラップでした。でバッテリーお店で動作確認させてくれて大活躍だったんですが、家でフル充電してあげてもメモリがいっぱいにならない、弱ったバッテリーだったのでちょっと使い物にはなりませんでした。でバッテリーは ENEL3 ということで、ニコン D70 とか D50 でも共通で使われている汎用的なバッテリーで、家に 2,3 個持っていたので家にあるバッテリーで使っています。外観がなかなか綺麗な個体で動作もしてくれたので、3300円は安いなと思って買ったわけなんですが、一つジャンクポイントがありまして、液晶を見てあげるとこんな感じになっています。加水分解の症状が出ています。ビネガーシンドロームとか言われる症状です。電源を入れてメニューを映してみます。するとこんな感じで、見れないことはないのでメニューの内容はちゃんと確認できる個体になっています。そもそも液晶小さくて撮影が完了したかどうか確認するくらいにしか使いませんので、これで十分だと思います。ストラップがついてたんですけど、これは純正かどうか分かりませんが、19年前の個体にしては、新品みたいな綺麗なストラップがついてきました。あともう一つ欠品があって、底面のこの部分、バッテリーグリップの端子ですかね、ここのキャップがなくなっています。私 D100 を買う前に D70 とか D200 を使っていたんですが、 D100 を買ってみて D70 とそっくりだなという印象を受けました。 D100 と D70 はそっくりなカメラに見えます。シャッターボタンでレリーズケーブル対応が D70 ではなくなっていたり、背面を見るとこの辺のダイヤルが D70 で省略されていたり、あとはここの連射のレバーが D70 ではなくなっていたりするんですけど、ボタンの配置とか形デザインは非常によく似た2台になっています。シャッターの音を聞いてみます。半押しして押します。もう一回押します。次に連射をやってみます。マニュアルフォーカスに切り替えてあげて連射をします。シャッターを押します。連射速度は3コマ秒のスピードで6枚までとなっていますが、今7枚まで連射されました。形はよく似ていますが、シャッターの音はどうなんでしょう。 D100 と D70 聞き比べてみます。 D100 D70 D100 D70 シャッターの音はだいぶ違うように聞こえます。フラッシュ撮影します。光るので注意してください。シャッターを押します。はい、光ってくれました。かっこいいです。もう一回押します。連続して光ります。問題なさそうです。いつも通り電車を中心に撮影してきましたので、D100 のスペックを確認して作例を出していきます。撮影に使ったレンズは G タイプの AFS ニコールレンズ 18-55mm と高倍率の 18-200mm、 あとマクロ撮影でハーフマクロ撮影ができるシグマの 28-80mm を使ってきました。主なスペックを紹介します。センサーは APS-C サイズの原色 CCD、 画素数が有効 6.1MP、 感度は標準で ISO 200から1600、拡張で3200、6400が使えます。マウントはニコン F マウント、ただし機械式の絞り連動 AI 機能には対応していません。シャッターは電子制御式のフォーカルプレーンシャッター。シャッタースピード30から4000分の1秒、連写が約3コマ秒で JPEG 6コマ、ROW で4コマ撮影できます。シャッターボタンはレリーズソケット対応です。オートフォーカスエリアは5カ所、ファインダーはペンタプリズム使用、ファインダーシェア率は上下左右とも約 95%、 ファインダー倍率は約 0.8 倍です。
液晶モニターは 1.8 型、シェア率 100%、 記録メディアがコンパクトフラッシュ、マイクロドライブ対応です。記録データは EXIF2.2 準拠なんですが、感度情報が記録されないのが残念です。内蔵スピードライトのガイドナンバーは約 12.7、 ただ照射角 20mm レンズの画角をカバーということで、一般的な 18mm レンズはカバーできていないようです。同調スピードは180分の1秒以下です。バッテリーは ENEL3、 重量は本体で約 700g です。作例を出します。東急田園都市線8500系電車、午前巡航、感度 ISO 400の作例です。レンズは AF-S ニッコール 18-200mm の G タイプを使っています。テレタン 200mm、300mm 相当で、絞り解放 F5.6 です。600万画素ある一眼レフカメラということで、十分綺麗に見えます。まずはジャンクカメラですが、普通に撮影できて良かったです。反対を向いて半逆光方向、 65mm、 だいたい 100mm 相当の作例です。絞り F8 まで絞っています。新しい一眼レフの写りと比べると、くっきりした感じが低くて、少しくぐもった感じには見えます。 D100 の写りには関係ないレンズの話なんですが、左の電柱歪みすぎですね。高倍率ズームレンズの中間部分なので仕方ないのでしょうか。午後巡航で東急5000系電車の作例です。空の雲を入れて撮影しました。レンズは AF-S ニッコール 18-55mm の G タイプです。画面真ん中上の方の入道雲は白飛びしてしまって、表現しきれていない感じになりました。感度を最高感度まで上げていきます。まずは ISO 400です。相鉄線 JR 直通用の12000系電車です。 ISO 400はバッチリ綺麗です。次に ISO 800、相鉄で一番古い車両となった8000系電車です。まだノイズはほとんど見えてきませんが、 ISO 400と比べると電車車体の質感が下がってしまった感じがします。 ISO 1600、東急線直通用の2万系電車です。 ISO 1600になるとだいぶノイズが気になってきます。個人的には ISO 1600までは使ってもいいのかなと感じます。拡張感度の ISO 3200、さすがに拡張感度となると写りが厳しくなってきます。背景の草むらとか林の木を見ると塗り絵みたいになってしまい、一つ一つの植物が判別できません。拡張最高感度の ISO 6400です。ネイビーブルーカラーの9000系電車。 ISO 6400を使うと暗めに写ることが多かったので、露出を上げて撮影したらそのまま明るくなりました。拡張最高感度はノイズだけではなくて使いにくさもありました。少し暗い別のシーンで ISO 800から6400を比較します。東急田園都市線長津田駅に止まるメトロ8000系電車を撮影しています。同じ明るさで撮影しているんですけど、 ISO 6400は暗く見えます。拡大してみます。このシーンでは高感度ノイズがかなり目立ちます。 ISO 1600までは実用範囲です。ライバルのキャノン EOS D60 が最高感度 ISO 1000までであることを考えると、 D100 は6400まで用意してくれているので嬉しいです。流し撮りの作例を出します。 AF-S ニッコール 18-55mm G レンズで撮影しています。まずはシャッタースピード50分の1秒。連写は3コマ秒ということで速くはないですが、流し撮りの成功率が高い一眼レフでした。シャッタースピード40分の1秒まで下げました。カメラボディが大きめで、両手でしっかり構えて押さえ込めるので失敗が少なかったのかもしれません。さらにシャッタースピードを下げて30分の1秒。最近の電車は行き先が LED で表示されていて、綺麗に映すのが難しいんですが、流し撮りで低速シャッターを使うと綺麗に映ってくれることが多いです。25分の1秒です。天気が悪くてシャッタースピードが稼げないときは流し撮りの撮影がおすすめです。カメラボディで設定できる色合いを比較します。左が最大まで濃くした作例、右が最大まで薄くした作例です。プラス9からマイナス9の範囲で設定することができます。濃い方も薄い方も実用的な範囲で設定できます。反対を向いて逆光方向の作例です。逆光方向の濃い設定はちょっと不自然に見えます。逆に薄い設定の方は目で見た感じに近くて、かなりいい感じの写真になりました。もう一つボディで設定できる輪郭強調機能を見てみます。弱と強を比較します。塗装は違いますが、両方とも1万系電車です。左が輪郭弱、右が輪郭強です。色の濃さは同じ設定にしています。左の輪郭弱が面白い写真になりました。ピントは合っているのに輪郭がはっきりしないような感じで不思議な写真です。
公園で太陽に向かって撮影しました。一応注意喚起ですが、目に悪いので太陽を撮影するのは危険です。特に一眼レフカメラはミラーレスと違って直接ファインダーで見ることになるので目に悪いです。この紫色のやつはスミヤなんでしょうね。この辺はさすがに古いデジカメだなと感じさせる写りです。一応葉っぱで木漏れ日にはしているんですが、カメラもかわいそうでした。これだけスミヤが出るってことはセンサーが壊れてしまいそうです。最後に花マクロの撮影をしてきました。この作例は AFS ニコール 18-55mm のテレタン、最大撮影倍率 0.31 倍の作例です。次に前回の YouTube 動画で紹介したシグマの 28-80mm マクロで撮影しました。フルサイズ用のハーフマクロレンズということで、 APS-C センサーだとさらに 1.5 倍、最大撮影倍率 0.75 倍相当の大きさで撮影することができます。純正の AFS レンズと比べると圧倒的にマクロに強いです。シグマの安いズームレンズおすすめです。ということで、黎明期のデジタル一眼レフニコン D100 を使ってみました。長らくずっと探していた一眼レフカメラだったので、いい答えを手に入れることができて嬉しいです。すごくかっこいいカメラなので、こうやってベタベタ触っているだけで幸せな気持ちになってしまいます。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンク一眼レフのレビュー動画を作っていきますので、また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。